動物や植物、景色。会場の壁一面に飾られているのは200点以上の絵画です。名古屋市内であさってまで開かれているこちらの展示会、作者は80代が中心の高齢者です。どのようにして絵は描かれているのでしょうか。絵を描いていたのは高齢者向けのデイサービスの利用者で、そのほとんどが認知症です。この施設では認知症のリハビリとして絵を描いていて、絵に精通した職員が指導しています。絵を描くってどういうことかっていうと、描きたい対象を見て、それがどんな形でどんな色、一気に考えないと絵って描けないんですよね。だからまあ結局脳が複合的に動くっていうことで、まあ認知症の予防につながるっていう。過去には認知症により攻撃的な性格だった高齢者がこの活動に参加し、別人のように温和になったこともあったそうです。今年81歳になる服部さんは軽度の認知症です。帳面を見たり子どもたちも見たりすると、上手だねって褒められると、やっぱり気分もねいいしね、笑顔も出てくるし、みんなが元気になったねって言われるから、多少元気になったのかなと。一方、絵を描くことは心を落ち着かせることから、セラピーとしての役割も。